おはようございます、今回はですね、鶏胸肉をとても柔らかく仕上げようぜの回でございます。はい、皆さん中華料理といえばカロリーしかないんだろって思ってるかもしれません。そんなことありませんよ。はい、そんなことありません。いろんな食べ物があります、ね、いろんな食べ物がありますから、その中でもね、あの鶏胸肉をいかに中華っぽく仕上げるかっていうのが、まあ、今回の動画です。以上です。はい、ということでやっていきましょう。今回使っていくお肉がこちら、鶏の胸肉でございますね。まあ、どこのスーパーでもね、売ってますよね、鶏胸肉。マッチョたちの大好物、そして意識高い女性たちの大好物、それが鶏胸です。はい、低カロリーで高タンパク、ね、とっても体に良い食材でございますね。これをね、本当に美味しく食べようぜっていう風な回でございますからね。まあ、結構ね、いろんな筋肉系 YouTuber 僕見るんですけれどもね、まあ、その人たちもね、いろんな作り方っていうのを紹介してたんですけれども、いやいやいや、俺の方がもっと美味しいやつを作れるんじゃないかという風なね、思い立ちが至りましてですね、今回作っていくっていう風なあれになります。はい、まずね、鶏肉を掃除していきます。掃除っていうのはね、まあ、下処理のことをね、掃除っていうんですけれども、まあ、このね、鶏胸肉っていうのは最初こういった皮がついてますから、それをですね、取り外すっていう風なことからやっていきたいと思います。まあ、鶏皮もね、美味しく食べることできるんですけれどもね、今回は外してヘルシーに仕上げたいと思います。この白い部分もね、鶏の脂身です。そしたらね、鶏皮はこのようにベロンと剥げばいいだけですね。非常に簡単です。ちょっとはね、ピンボケしがちですけれども、ご了承くださいというところで。そしたらね、こういった端々にさっき言った鶏油、まあ、脂身がついてるのでね、こういったところもね、外してあげてください。包丁でそぎ落とすような感じですね。はい、手を切らないようにご注意しながらやってみてくださいね。はい、で、薄皮っていうのがね、さらについてるんですけれども、これちょっとね、剥がしにくい場合があるので、火入れが終わった後の方がね、剥がしやすかったりするので、まあ、これ後から取ってあげても大丈夫です。はい、こんな感じですね。まあ、これがまあ裸の状態の鶏胸、裸の状態っていうのも意味わかんないですけどね、まあ、大体鶏胸肉ってこれぐらいの厚みがあります。4センチぐらいですかね。なんですけど、たまにびっくりするぐらい分厚いね、本当のビスケットオリバーみたいな、分厚い鶏肉が現れますのでね、そういった時はちょっと火の入り加減っていうのがまあ難しくなってしまうのでね、まあ、フォークなんかで穴を開けてあげるといいです。細かくね、これはまあ薄い鶏肉なんですけど、もっと分厚いやつはそういった対処をしてあげてください。まあ、ボリュームはだいたい4センチぐらいかなっていうふうに思いますね。で、まあ、僕、まあ、普通に疑問なんですけど、鶏って飛べないくせになんでこんなに胸板厚いんですかね。なんか養鶏場に何かしらの秘密があるのかもしれませんね。まあ、実際に見たこともないんですけどね。プロテイン食わせてるんですかね。まあ、そんなことはさておきですね、調理の方進めていきたいと思います。掃除に関してはですね、まあ、これで終わりですね。はい、そしたら続いて美味しくなるポイントのね、ブライン液というものを作って漬け込んでいきます。まあ、砂糖と塩の溶けた水なんですけど、まあ、塩でね、タンパク質を緩めて水分が入る、下味をつける。で、砂糖の成分でね、保湿力を高めてしっとり、そしてうまみの高い鶏肉に仕上げるっていう風なイメージですね。で、あと今回香辛料を使っていきます。香辛料ね、正直何でもいいんですけれども、今回は中華っぽくね、これクローブと言われるものなんですけれども、これをパラリと入れていきます。ちょっと独特な香りにします。あとこれがですね、フォアジャオです。花椒と言われるものですね。これを入れてあげて、さらに香りを移してあげます。あとベイリーブスですね。はい、でそこにですね、さっき言った通り水と砂糖と塩を加えていくだけなんですけれども、概要欄の方にね、量のっけときます。でこの香辛料類っていうのはもう本当お好みで大丈夫です。本当タイムとかローリエとか本当何でもいいかなっていうふうに思います。今回はね、中華っぽい香辛料を使っていくような状態になるので、お好みで大丈夫です。もちろんなくてもね、大丈夫なんですけども、あった方がね、香りも移ってより臭みも消えてくれるっていうふうなものになります。はい、で材料が溶けましたらですね、そこに鶏肉の方を入れていきます。はい、でこれをですね、今回常温で2時間、漬け込みます。でなぜ常温かというとですね、冷蔵庫に入れてしまうと芯温まで冷たくなってしまいまして、で今回余熱で火を入れるやり方になるのでね、まあ、しっかりと中まで冷たいとちょっと火入れ加減が中まで生になってしまったよというふうなことが起きるので、常温で保存するような感じでお願いします、ね。まあ、でも結構2時間ってね、時間が余ってしまうので、まあ、個人的にですね、有効的な時間の漬け方紹介します。こちらがサイドレーズですね。はい、サイドレーズっていうのは肩へのテンションのかけ合う筋トレなんですけれども、まあ、やり方としてはね、両手に何かしらの重りを持って、でまあね、肘を軽く曲げて糸で上から吊られているかのようにね、胸を張って上下運動していくっていう風なものになってますね。はい、まあ、ね、これをやることによってね、サムスみたいな肩が手に入りますから、
バズーカ打てるんちゃいますかというふうな方の手に入れたい方はですね、こういった時間を有効活用してサイドレイズをしてください。まあ、もちろんね、うすうす気づいてるかと思うんですけど、全く味に関係はございません。まあ、やらなくてもね、全然 OK です。そしたらですね、今回違いを確かめるために他にですね、もう一個鶏肉にただ塩を振ったものっていうのを用意しておきます。はい、時間は一緒ですね。これを比べていきたいと思います。時間になったものがこちらになります。これしっかりとね、2時間常温で漬けたブライン液の品物と、あと先ほどね、塩を振っただけの鶏肉になります。まあ、見た感じはですね、まあ、ちょっとブライン液に漬けた方が艶やかかなっていう風な状態ですね。ここからですね、この2つをそれぞれ火入れしていって比べてみたいと思います。で、今回先ほど使ったブラン液、かなりね、香りがしっかりまとってるので、これを薄めてですね、茹でていきたいと思います。まあ、塩分濃度の調節っていう意味でね、まあ、薄めていくんですけど、まあ、イメージ本当にはね、パスタのような感じですね。およそ 1% ちょっとぐらいの塩分量にして、茹でていきます。概要欄に水の量も載せておきます。はい、で、タンパク質が溶けてるのでちょっとアクが浮いてきますので、これをね、取ってあげてください。ボコボコに沸騰するとね、これが浮き上がってくる時ありますので、取ってあげてください。はい、そしたらね、沸騰したら先ほどの肉を入れていきます。沸騰したお湯に入れてね、お肉を入れるとちょっと温度が下がるのでね、ちょっと沸騰が弱まります。で、再度沸騰してきたら今度火を止めてください。で、その後に蓋をします。はい、で、こっから50分ですね。で、さっき言った分厚い、もうビスケットトリマみたいな鶏肉だったら、ここからさらに60分70分と火入れ時間を伸ばしてあげるような感じですね。で、今回50分って結構時間が余ると思うので、有効的な時間の使い方はフロントレイズですね。まあ、フロントレイズはね、サイドレイズの、まあ、前バージョンっていう風なイメージなんですけれども、これもしっかりとね、肩そして、上部胸筋にですね、テンションをかけるような感覚でやってあげてください。まあ、やっぱりこういったエクササイズをすることによってね、より鶏肉が美味しくなるような気がしています。そんな気がするだけです。全く関係ないと思います。はい、やらなくてもいいです。そしたらですね、ソースを作っていきましょう。で、今回使っていくのはこれ、これね、業務スーパーで売られてるんですけど、ネギとね、生姜の入ったジャンですね。ジャンソンジャンって呼ぶんですけど、まあ、中華でね、ジャンとかツォンとか呼ぶんですけれども、これを使ってね、ソースを作っていきます。これかなり万能なんですけれども、まあ、炒め物とか生姜焼きとかにもそのまま使えます。はい、まあ、買ったことある人も多いかもしれませんね。まあ、おすすめなんでぜひ買ってみてください。で、これをね、使ってソースを作っていくんですけれども、概要欄の方にね、内容を載せておきます。これにですね、ごま油を入れて、で、お酢ですね。で、鶏むね肉なんでね、さっぱり系のソースがかなり合います。はい、そこに一振りの塩で、あと味の素と、砂糖ですね。砂糖の方を入れていきます。たまに味の素使っていると、狂気乱舞する視聴者の方いらっしゃるんですけど、味の素は毒じゃないので、その辺間違えないようにしてください。毒だったらね、もう僕ら完全に死んでるのでね、本当に簡単にうまみをトッピングできる万能な調味料だと思いますので、これ安心して使ってみてください。そしたらですね、火入れが終わった鶏肉の方を取り出していきましょう。しっかりとね、指で押してみてください。もうしっかり弾力がある鶏肉になってるかと思います。はい、ブヨブヨってことは、まあ、おそらくないと思うので、まあ、安心していただければなと思います。そしたらこの茹で汁をですね、取っておいてください。一緒にで、これに一緒に保存しておくことによってですね、鶏肉がしっとりジューシーに保管することができます。蒸し鶏とかもね、基本的にお水の中で保存するようなものになってます。で、今回はですね、一気に食べられないので、冷水で一回締めます。はい、まあ、一気に食べるよって方はね、まあ、このまま全部切って食ってもいいと思うんですけれども、はい、なかなか難しいと思いますんでね。はい、で、先ほどのね、煮汁を加えて口を結んで一回締めていきましょう。で、こうすればね、いつでもね、食べたい時にスライスして、切ってあげてください。煮汁全部捨てちゃったって時はね、もう本当水でも大丈夫です。水の中に入れてね、鶏肉を保存してください。本当にイメージ赤ちゃんみたいな感じですね。赤ちゃんって1ミリも乾燥してないと思うんですけど、あのテンションです。冷えたので、ここから切り分けていきたいと思います。わかりますかね、この弾力とこのしっとり感。もう見た感じわかりますよね、このしっとり感というか、まあ、水分が保湿されているような状態になっているかなというふうに思います。で、こちらがですね、先ほど塩だけを振った鶏肉になるんですけどね、ちょっとやっぱパサつきがちですね。
火入れ時間を短くすればもうちょいしっとりになるんですけれども、やっぱりどうしてもね、あの火入れ時間が短いと食中毒の危険性が高まるので、しっかりと火を入れて、なおかつ柔らかいね、あの左側のやり方を参照してください。そしたらですね、あの盛り付けしていきます。はい、あの結構あのドレッセとか言ってね、あの好きな YouTuber あのいるんですけど、あのその方のね、あのやり方をちょっとすごいパクってたんですけど、なんかいつか怒られそうなんで、もうやめようかなっていうふうに思ってますね。はい、ボナペティー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 、はい、もう飲んでました。はい、すいません。実はね、特にあんまりやることがない料理なんですよ。ね、本当にサイドレーズしてる間に最高の鶏肉ができるっていうね、調理法なんですけれども、ね、まあ、あの半分催しなんでね、あの本気にしないようにしていただいて。うん。というところでね、で僕ちょっとソースね、あの入れ忘れたものがあって、本当この紅山椒ソースで誕生湯を入れてね、ちょっとピリッとしびれを出したかったんですけど、ちょっとこれね、あの青山椒の、あのオイルなんですけれどもね、これあの麻婆豆腐の時にも使ったやつね、これをかけてあげると、もうさらにね、香りとね、あの生姜とネギの風味がうんってくるので、ということでいただきたいと思います。はい、これマジで柔らかいんですよ。まあ、特にその、まあ、大げさな言葉とかはあの特にあんま苦手なんですけれども、柔らかい、とても柔らかい仕上がりになってます。はい、もうなるべくね、あの鶏肉も本当にタンパク質豊富で、マジであの筋トレとかね、あの健康を気遣っている人にはもってこいの品物なんですけれどもね、より美味しく食べようぜっていう回の